神岡くんはなぜ新聞部に入ったの？新聞記事を書くことは？そう、よかった。私、神岡くんが怒っているんじゃないかっていつも思っていたの。カメラマンとして来てもらったのに、私が自分でカメラを持つようになっちゃって、おまけに原稿書きまでさせるし、さすがに無責任かなって自分でもそう思うもの。え？本当に？そう言ってもらえると嬉しいわ。何ぼーっとしてるの？ところで、学園祭用の特集記事は何にしようか。
ください。驚いちゃったりして。ううん、私が悪いんだから。はいはい、判定しましょう。今のはこっちのお姉さんの方が悪いんです。そっちのお兄さんは悪くありません。あなたが神岡さんですか？お噂はかねがね聞いてます。いつもお姉ちゃんがお世話になってるそうですね。あのこの子は私の妹で、さやかと言います。神岡さん、お姉ちゃんをよろしくお願いします。あとさやかもよろしく。紛らわしいから別の呼び方。さやかちゃんとかプリティに呼んでもらえません？こら、さやか、いい加減にしなさい。素敵、さやかさんですって。聞いた？お姉ちゃん。こら、やめなさいってば。あら、お姉さまはなんで怒るのかしら。さやか、何か怒られるようなこと言ったかしら。ごめんね、神岡くん、この子いつもこうなの。そう、お姉ちゃんは謝りすぎ。さやかの問題なのに、なんでお姉ちゃんが謝るのかしら。もう、少しは静かにしてられないの。神経質なんだから、お姉ちゃんは。まあ、小心者のお姉ちゃんを理解していない神岡さんもちょっとだけ悪いかな。はい、なんでしょう。あなたじゃないの。あ、うん、神岡くん、やっぱり私が悪いんだわ。はいはいはい、もうジャッジは下ってるのだよ、君たち。この件は解決したの。あとは、はい、握手握手。しときましょうか。さやか、いい加減にしなさい。冗談だって。でもお姉ちゃんだけ弓倉さんって呼ばれるのはなんだか公平じゃないわ。ずっとこうだったんだから。二人とも名前で呼んでくれないかな。こら、敬語を使いなさい。それに神岡くん困ってるじゃない。ごめんね、無視しちゃっていいからね。まあ、さやかの意見は無視ですって。さやかだって最も素敵な解決案を考えた上での発言だったのに。じゃあね、お姉ちゃん、明日の放課後中等部までよろしくね。じゃ、神岡さんもまたね。ごめんね、神岡くん。あのね、明日の放課後さやかの三者面談があるの。あの子いい子なんだけど、ずっとあんな感じだからちょっと不安なの。うん、どっちもずっといないの。あ、違うの。別に両親がいないわけじゃないの。父も母も仕事の関係でずっと家にいないだけで。でも決して無責任とかそういうわけじゃなくて、ちゃんとホームヘルパーさんが週2回来てくれて、その
集会って何をやるんですか？例の意識不明の件について理事長からの説明があるようだ。説明ってどんな説明なんですか？せっかちだな。それを理事長が話すんだろ、東百合君。先生、質問よろしいでしょうか？はい、麻生君、なんだい？説明のために集会を行うほど特殊なケースなんですか？そういうことだろう。私も詳しくは知らないんだ。意識不明で倒れて、その後一日置いて全校集会よ。それだけのために中等部まで呼んで全校集会を開くと思う？本当に病気の類なのかしら。しっ、声が大きいわよ。そう思ってたわよ。でも全校集会でしょ。あ、そろそろ理事長のお話が始まるみたいね。麻生さん。東百合さん、やっと話ができるよ。麻生さんっていつもバリア張っていて、突っ込んだ話はできそうにないから。それはあなたの勝手な想像でしょ。別に話しかけてもらってもいいのよ。で、話って何かしら。鼓、やめようよ。うん、あのさ、例の意識不明事件についてなんだけど。知らないわ。まだ何も言ってないけど。意識不明の件なら何も知らないわ。嘘、麻生さんが知らないはずない。どうしてそう言えるのかしら。だって麻生さん新聞部でしょ。それくらい知っているはずだよ。それはあなたの偏見でしかないわ。新聞部員が学内のあらゆる情報に精通しているなんて誰が決めたのよ。あなた自身の勝手な思い込みで判断されるのはとても迷惑なの。やめてもらえる？何よ。Thank you.
一、もし何か情報をつかんでいるとしても外部の人に話すようなことはしないわ。何よ、なんで私が外部の人間なのよ。私だって清涼学園の生徒なのよ。麻生さんっていつもそうだよ。内部とか外部とか勝手に決めて、自分にしかわからないルールでそれを管理して、バリアを張ってるのはみんなや私じゃなくて麻生さんなんだよ。私、麻生さんのこと全然理解できないよ。鼓、言い過ぎよ。